ギジェルモエニオ・ブルディッソは、アルゼンチン・コルドバ州出身の同国代表サッカー、選手。CA ラヌース所属。ポジションはディフェンダー。兄のニコラス・ブルディッソもプロのサッカー選手として、活躍している。クラブエル・ポルベニルでキャリアをスタート。2007年に CA、CA ロサリオ・セントラルへ移籍し、2009年2月27日の CA、CA バンフィールド戦で、初出場。 このシーズンは13試合に出場し、2得点を挙げた。2009から10シーズンは、レギュラーとなり31試合に出場し2得点を挙げたが、チームの降格を防ぐことはできなかった。2010年8月、セリエ A の AS ローマに、買取オプション、期限付き契約で移籍。その後兄のニコラスもローマに完全移籍し、兄弟でプレーすることとなった。 2010年9月11日のカリアリカル初戦で、兄のニコラスが、レッドカードを受けたため、フランチェスコトッキと交代しセリエーデビュー。しかし、守りを固めることはできず、5失点を喫した。11月3日のアウェーでの FC、バーゼル戦で、UEFA チャンピオンズリーグ初出場を記録。2015年7月にボカジュニアーズから、リーガ MX のクラブレオンに移籍した。 2010年1月のコスタリカとの国際親善試合でアルゼンチン代表に初招集され、初出場で初得点も決めた。ありがとうございます。